北の方は新ヘッドコーチのもとややスリムになったダバンテガードナー、ティップオフを制しました三河。ダバンテガードナーがそのボールを拾って、そしてポゼッション三河でスタートしました。ニックファジーカス預けて藤井、藤井のスリー、さあ4点プレー、ガードナー、そしてリバウンドシェファービー、コーキエンドワン、いいオフェンスリバウンドからのバスケットカウントを取りました、シェファービー・コーキです。すごいですよね、足元にしっかり、ね、粘り強く入っていきます、はい、オーガストが行く、スピンムーブ、オーガスト、スピンムーブからのレイアップ、さあ三河が追い上げ体勢、外のスリーポイントもあるんで、はい、選手なんかがしっかり、うしエンドワン、ここ久保田の3つ目のファウルを誘いながら藤井優馬、長野、ここも川崎のタフなディフェンス、ガードナー、長野のスリーだ、2本目きた、いや決めきりました長野です、これは大きなスリーポイントヒット、藤井が行きます、ファジーカスですよ、ファジーカスと西田、ファジーカスエンドワン、このフローターシュートですよね、はい、得意ですからね、ちょっとミスマッチうまくついていきましたね、連続でスクリーンを使いながら預けて藤井、藤井、野崎対応してますよ、ディフェンスコー、野崎が行く、エンドワン、それでも野崎ました、ね、はい、持たせません、ガードナーのスクリーンから野崎が入っていって、パスフェイクコーナーからレイマン、来ない、リバウンドガードナー、バスケットカウント、ヒース3つ目、さあしかし三河のポゼッション続きます、レイマン、レイマンのリングアタック、来ましたね、うっぷんを晴らすかのようなワンハンドダンク、叩き込みましたジェイク・レイマンです。まあ、逆にインサイドにディフェンスが寄ったときは、はい、あのパッシングキックアウトですね、外だ、さあ藤井に長野、ニック・ファジーカスと角野、ここはミスマッチ、ロスコアレンベースラインジャンパー、この辺のね、やっぱり間の突き方は川崎上手ですよね、やはりそれぐらいまでスコア伸ばしてきます、はい、わー、ナイスディフェンス、いいディフェンスですよ、篠山と長野、ここちょっとファール我慢して、篠山残り2秒、ロスコアレン、ファジーカスコーナーから西田、直速力残り5秒切って、ガードナー、藤井にヒース、ファジーカスもハイピックに行きます、藤井、ファジーカスフローター、伝家の宝刀出ました、長野からボールを入れます、ダバンテガードナー、ガードナー打ちたい、スリー、うわー来ない、リバウンドシェファー飛びついて時計が進む、そして試合終了、逃げ切った川崎。